に左に大きく体を使うっていうのがポイントになっているので。こんにちは、ドットカラー YouTube 校です。はじめまして、私の名前はヒロと言います。神奈川や東京を中心に活動をしております。よろしくお願いします。今回のポレオンの感じはちょっと中級というか中級のニュースクールのヒップホップみたいな感じになっています。少し難しいんですけど、体を大きく使ったりとか、あとは下に下がるとこめちゃくちゃ下がったりとか、速い曲の中でも、大きく体を使うっていうのが結構今日のコレオのポイントになっているので、カウントと音とどっちも見合わせて、自分で練習してみてください。それでは完成形どうぞ。今見ていただいた振りの今日は前半をレクチャーしたいと思います。それではやってみましょう。こんにちは、ヒロです。今日レクチャー動画させてもらうので、一緒に頑張りましょう。まずじゃあ早速始めます。最初ファイシックセ待ってブンから入ります。ファイシックセブン、それがファイシックセブン、えいっと、手が左右、左。足も一緒に、左、右、左で最後後ろです。せ、ぶん、えい、と。で、この手と一緒にやると、ファイブ、シックス、せ、ぶん、えい、と。ファイブ、シックス、せ、左、右、左です。テンポします。ファイ、シックス、せ、ぶん、えい、と。こんな感じになります。で、体はちょっとこの足と引っ張り合う感じで、こっちに引っ張る。次、こっちに引っ張る。で、こっちに引っ張る。はい。足と逆の方向に体を引っ張り合います。これを手と一緒にやると、5、6、7、分、8、と。来たら、1、2で、この足を1、2。後ろにあった足を上げます。1、2、3で進みます。この時、こっちの手は、足をこう操る感じで、ワン、ツー、ワン、ツー、スリーの時に下から、スリー、フォー、ファイブ、シックス、いきます。もう一回行くと、ファイブ、シックス、セ、ブン、エイ、と、ワン、ツー、進んで、スリー、フォー、ファイブ、シックス。で、進み方は、左下から上通って右です。手は、この顔と反対側を、こう通る感じで。はい。もう一回最初から行くと、ファイブ、シックス、セーブン、エイト、ワン、ツー。左から、フォー、ファイブ、シックスの時に、シックス、手を払います。払うと同時に、こっちの左足を、シックス、後ろ。さあ、セブン、エイ。手が、ファー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ。シックス、左、セブン、エイ。足が、スリー、フォー、ファイブ、シックス、後ろ、ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス。後ろをやったら、足が上がる。上がる。左足踏むときに、右、右。二回行きます。これを、この手に合わせると、3、4、5、6、7、8。はい。この時にできる人は、この胸のウェーブを、ちょっとこう輪っかをくぐる感じで、こうやって輪っかをくぐるって思うとこうウェーブができるから、ちょっとこの感じでやるんですけど、だけどできれば、頭こうやってやると激しくなっちゃうから、できるだけちょっと、胸を、このアイソレを使って、下に、下に、下に。はい。これを使ってやると、
セブン、エイトって感じになります。最初はこれ足と手だけで大丈夫なので、もしできたら、このウェーブを胸から出して引っ込めるっていうのを使って、ちょっとやってみてください。最初は手と足だけでも大丈夫です。ここまで、最初からいきます。めっちゃゆっくりいきます。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. はい、こんな感じです。じゃあちょっとテンポでいきましょう。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.こんな感じです。大丈夫かな？で、ファン、スリー、フォー、ファイ。これはできるだけ、ワン、ツー、スリーの瞬間にちょっと下目にこう、膝を曲げてあげて、体もこう倒してあげて、下から上っていうのを大きく、大きく通れたら、すごいいいで。で、シックス。これは大丈夫かな？アップして、胸、胸。はい。で、これをちょっと挑戦できる人は、5、6の時に、ちょっともう、この時に胸を、ふって上げてあげて、ここから下ろす時に、下ろして、ウェーブとして、もう一回胸上げて、ぐーって感じ。はい。こんな感じかな。じゃあ、ラスト一回、カウントでいきます。いきます。5、6、7、8、1、2、下から、4、準備。はい。はい。はい。こんな感じです。一回ワンエンドだけ曲でいこうかな。曲でいきます。はい。したら、2エイト目。続いてみかな。あ、まあ、続き。いきまーす。さっきやったこっから一回返して、その後いきます。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 準備。7, 8, したら、1, 2, 1, and 2. 7, 8, 1, 待って、and 2.7, 8, 1, 回して、クラップ。うん。足は後ろに上げて、下ろす。これを一緒にやると、7, 8, 1, and 2. 前から見たら、こういう感じです。うん。後ろに蹴ってあげて、足は、手は回して、足は後ろに蹴ってあげる。はい。これが、7, 8, 1, and 2. さあ、and 2, 待ちます。そしたら、3.手を、こっちの、左肩に、前から見たら、こういう感じ。で、足は、左のかかとを外に向ける。これを同時にやると、3、M、トン、トンってなります。これが後ろ向きになると、左足、左肩で、N、3、4で準備します。うん、左やったら、左に準備。うん、これが、7、8、1、and 2待ちます。さら、左、and 準備。はい。こんな感じです。これが、7, 8, 1, and 2 3, and 4準備したら、こっちに5で回ってきます。この時に右足を軸にして、こっち回りします。はい。この時に、この準備した左足を、こう引きずってあげます。ちょっとこうやってアウトにして、で、膝曲げて、こういう感じで引きずってくるのを、こっちから、ファイブ、こういう感じです。その時できたら、まっすぐピーンってやると、こっちの方が難しいから、体を、こっちの人にグッて引っ張られた感じで、引っ張られて最後にお腹がくるって感じで、この状態で回れたら、すごくいいです。ファイブ。はい、こんな感じ。これが、3 and 4したら5 6したら7 8 5回ったら次胸のアイソル使って7 8でいいんです。うん、これが左終わったら
5、6、胸、下ろす。はい。下ろすときは、インにしてください。このときに手がつきます。回るときに、一回前でやるんだけど、右手を頭の後ろにこういう感じで。5。したら、6、7で下ろします。5、6、7。5回して、5、6。したら、このまま胸はこのまま。7、8。はい。これを同時にやると、円来たら、頭、5、下ろした、胸、下。はい、こんな感じです。これが、こっから行くと、1、and 2、3、and 4、5、6、7、8。はい、こんな感じになります。ちょっとこれ早く行ってみようかな。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8。はい。ここ1個待ちます。3, and 2, 待って。3, and 4, 3, and 待つ。左、準備。5, 6, 胸、イン。はい。これをじゃあちょっとさっきやったここのからカウントで続けます。いきまーす。5, 6, 7, 8, 1, 2, 下から4, 5, 準備。7, さっきの1, and 2, 左準備。5, 6, 7, 8. はい、こんな感じです。じゃあちょっとカウントでテンポアップします。こんぐらいかな。5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, 6, 胸、8。はい、こんな感じです。7, 8。したら、この時はもう手これ使って大丈夫だから、手を行くから最後に足がついてくるみたいな感じで、この手で結構引っ張っちゃって大丈夫です。これが、引っ張る。下ろしたら、胸使って、えい。で、胸を使うときも、ちょっと適当にならずに、ちゃんと前から通って、後ろっていうのが、振りの中でもできたらすごくいいので、5、6、7、8って感じ。全部回しきらなくていいから、ちょっと後ろまで行ったら、えいで。内股で準備してください。はい。来たら、ここまで、さっきのところから、曲で行きます。さっきのところから、ここまでいきます。来たら、5、6、7、8。したら、足が、1 and 2 and 3 and. ちょっと難しいんですけど、1 and 足をちょっとクラブっていうクラブのステップがあるんですけど、ちょっとこれの応用編じゃないんですけど、ちょっとそんな感じで足を寄せる。したら内股、寄せる、内股、寄せる、内股。はい。こっちの足はずっとアウト、イン。アウト、イン、アウト、イン。ひたすらこっちはアウト、イン、アウト、イン。こっちだけ進んでる感じ。で、こっちの左足は、A 来たら、アウト。こっちに寄せます。寄せる。したら、イン。寄せる。イン。寄せる。うん。こっちの進んでいく足に、こっちの足がついてくって感じかな。A 行きました。したら、ついてく。イン。はい、ついてく。イン。ついていく。イン。はい。こんな感じです。これが、A から、1、N、2、N。うん。これが、5、6、7、8、1、2、3、4。うん。ちょっとこれ、早くっていうよりかは、ゆっくりで取るので、A、1、2、3、4ぐらいかな。これが、A から、1、2、3, 4. うん。この時に手が横、
前。手を1にして、横。クロス。はい。これが、A 来たら、アウト。イン準備して、アウト。イン。で、インの時は、ファーシックセブン。最後、インで、ちょっとこっちに、クロスして準備してあげてください。手が、ファーシックセブン。エイト。ファーシックセブン。エイト。はい、こんな感じ。これが、ファーシックセブン。エイト。これが、さっきのからいくと、6、7、8、1、2、3、円で準備します。これ慣れてきたら、5、6、7、8でちょっと準備してあげてください。これが、もう一回ここからいくと、5、6、7、8、1、2、3、円。円できたら、この足を、ふっ、こっちに上げてあげます。こっちの左足がここにつくときに、一回ジャンプして、ついてあげます。こういう感じ。これをジャンプしたときに、こっちに向くのと、こうやって向くのと同時に、ジャンプしながら、5、6、7。これが、5、6、7。こんな感じになります。続けてやると、円来たら、5、6、7、8、1、2、3、4、円。4、円の時に手をさっきグーで準備してって言ったんですけど、ここを引いていきます。で、同時にやると、4、円。はい。もう一回行くと、8、1、2、3、4、円です。はい。で、この時は、普通にまっすぐやっちゃうと、こういう感じでリズムがなくなっちゃうから、ちょっとアップダウン使いながら、8、アップダウン、8。ちょっとここが早いから、ちょっと大変なんですけど、5、8、2、1、2、1。はい。こんな感じです。じゃあ、こっからいきます。7、8、5、6、7、8、1、2、3、4、円。3、4、円。来たら、ジャンプしました。4、円。したら、手が5、6、7、8。左手が前で重ねます。横、左手前。したら、左手上から回します。5、6、7、8。で、最後ここら辺に戻ってきてくれたらいいです。これが、4円。したら足つけます。5、6で準備します。したら、7、8で、この準備した足を、こうやって回してあげます。ちょっとコンパス書くみたいな感じで、7、8。はい、ここまでいきます。できる人は、7。下から、この手使って、めっちゃ大きく、この胸とかも、このさっきのアイソレを、できる人は使いながら、ちょっと大きく動いてくれたら、いいです。はい。これが、A 来たら、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、6、7、8。来たら、1で、1、後ろ。戻って、前。戻って、前。後ろに引っ張ります。そう。手は、こういう感じ。足は、こっちかかと上げて、1。そしたら、スライドで戻ってきて、3、こっち。4。はい、こんな感じです。手はずっと、左を引くって、左手が伸ばすで、右手引く。1、2、3、4。で、これの時に足が、1、2、後ろ向いて、手は同じ、3、4。こうなります。これを、横向きで、やるので、8を回してきました。したら、後ろ、戻して、前、戻しての時にちょっと一周して戻ってきます。えいって感じ。で、この手なんだけど、手はこのままグッて こっちで肘でグッて自分を巻き込む感じで、これを使って回ります。えい、この肘をしまう。はい、こんな感じです。これが、もう一回、ここからいきますね。1、2、3、4、円、伸ばす。縮める。さっき
きの、せーの、後ろ、前、はい、回して、はい、来たら、5、6伸ばします。1、2、1、2、3、4、5、6で、この回ってきたのを、5、6ってちょっと腰を回す感じで、こういう感じで。うん、さっきのウェーブじゃないや、胸とは違って、腰を普通にぐるっと回すだけです。はい。その時に手は、3、4、5、6でちょっとこう、ぐーってなんか、右手を、なんか、ぐーって弓矢を引っ張るような感じで、でもグーじゃないんだけど、パーで、って何かを引っ張ってる感じで、これをこれと一緒にやると、5、6、伸ばしたら、ドン、ドンって音があるから、5、6、2カウント伸ばしたら、7、8ってやります。手が、5、6、グー、頭。5、6、グー、頭。この時、足が、5、6、右、右。で、徐々に、後ろ、後ろって、後ろに、こう足を遠くしてあげます。これを、この手と一緒にやると、7、8ってなります。はい。ここで一回止めようかな。8からいこうかな。8、1、2、3、and、4、and、開く。閉じる。7、8、1、前に引っ張る。回して、腰回す。ドン、ドンって感じになります。5、6、ドン。5、6来たら、このパーを、グ。5、6、ドン、ドン。はい。こんな感じです。ちょっと早く行きましょう。さっきの、途中のここから行きます。7、8、1、and、2、3、and、4。回す。6、7、8、1、2、3、and、4、and、5、6、7、8、後ろ。はい、前。回して、右手。ドン、ドン。はい。じゃあちょっとテンポ早くいきます。じゃあ最初からいこうかな。ここからいきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、and、2、3、and、4、5、6、7、8、1、2、3、and、4、and、5、6、7、8、後ろ。はい。右。はい。ドン、ドン。はい。こんな感じです。じゃあ、音で一回いきまーす。じゃあ、さっきの最初からいきまーす。ここから。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セッ。皆さんいかがでしたか？ちょっと難しいかもしれないんですけど、ゆっくり最初はカウントで大きく動いて、だんだんそれを大きく動きながらも早く早くテンポを早めにして家で練習すると、早い中でも大きい動きができるようになるので、ちょっとそういう感じで家で挑戦してみてください。この後半は、次回またレクチャーするので、その動画もまた楽しみに待っててください。私のインスタにたくさんコレオとかを今日のやつも載せたりとかしてるので、気になる方はひろひろ419で調べたら出てくると思うので、そこでちょっと今日の動画チェックしたり他のコレオとかもあるので、ぜひ見てみてください。